日本鉄道 RT4 固定国鉄9400形気機関車はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道員に在籍した貨物列車形引用の転打式蒸気機関車である元は日本鉄道が1906年にアメリカ合衆国のアメリカンロコモティブ社から12両を輸入したものである12両を1906年に輸入したもので アルコ社のロジャーズ工場製である。日本鉄道では RT45 型と称した。同年に日本鉄道が国有化されたため、使用開始は国有化後となった。1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では9400型に改められた。同時期に日本鉄道が計画、輸入したボールドウィン車製の BT45 型と共に、 1897年に輸入したミカド BT4-6 系の後継として製造したものであるが、寸法的には一回り小柄で、車軸配置を2から8から0とし、ボイラー中心高さを上げることで、過失を大枠状に乗せ、BT4-6 系以上の高性能を発揮するよう設計している。これは BT4-6 系の飛行士面積が、 全電熱面積に比べて大きすぎ、効率の悪い機関車であったことがある。太いストレートトップ型のボイラーを持ち、第一管道場に砂箱、第二管道場に蒸気ドームが設けられ、過失上に台座を設けて安全弁と汽笛を装備した。煙室は長く、全単量との間には支柱が渡されている。また、過失を避けるため、 第3道輪と第4道輪の間が大きく開いているのが特徴である。BT4-5 型とは運転室やドームの形状に特徴が出ており、BT4-5 型が背が低くスマートな印象であるのに比べて本形式は背が高く鈍重な印象である。ボイラー状のドームは単純な形状であり、煙室扉は小さい。淡水車は 二軸ボギー台車を二個備える四軸式である。使用開始後は、平、水戸、田畑に配属され、常磐線で貨物列車を牽引した。その後、大宇本線に移り、秋田、新城、仙台に配置された。廃車は1925年から1927年で、民間への払い下げや保存はなかった。大型であったのと、加熱式機関車への移行機であったことが、 本形式の寿命を縮めることになってしまった。9405は1925年に万越線の25%パーミル勾配での脱線試験で砂利の中に突っ込ませて復旧させる試験に供されている。ありがとうございます。